台湾の方がですね、割りと物は豊かだった。豊かだったですね。はい。あの日本がね、日本の本土の方が研究してましたよね。台湾の方が豊か。ところに食べ物なんか台湾非常に豊かだったんじゃないでしょう。困ったことなかったんです。台湾が戦争中はものすごい裕福だったのに、戦後のその2年間、1945年から1947年までは、もう本当に略悪の 極めだったんです日、うん、本人の一番いいところでもあるんですけど、うん、一番悪いところでも私はそう思う、うん、その潔さ国際政治学者の藤井元気ですこのチャンネルでは私が有料でやっておりますワールドフォーキャスト を一部無料でおお届けしております、えー、最新号も無料でアップしていますのでぜひチャンネル登録をお願いいたします戦後台湾の歴史と台湾人アイデンティティの形成どうなされたかということで時代ごとに区切ってお話をいただきたいと思いますが始まるまず1945年のまあ日本の敗戦といいますか第二次大戦の終結からね 49年に蒋介石が台湾に亡命するまでということでお話しだきたいですね。これは特別その絶対提起したいことはですね一件があって1945年の8月15日が日本が敗戦した日ですね。でそして1945年の10月の15日。 17日まで、うん、ほぼ2か月間、うん、台湾ではですね無政府状態だったんですなぜそれは言えるかというと、うん、その2か月間は日本政府が日本の,あの台湾には存在するんです、うん、しかしその権力の源はもう失ってしまったわけですねうん、うん、で中国がまだ上陸はしてなかったんですうん、うん 結局全体的には政府の権力がなくなってしまって権力の真空状態だったそうですね。で、普通ならいわそこれは無政府状態ですね。で無政府状態っていうのはですねイコール無法状態ですね。で無法状態イコール混乱。 殺犯罪がね犯罪するるという無秩序状態の方がその表現の方が正しいんですね。ところが台湾の2か月間おそらく日本の国内でもあまりこの2か月間のことはあまり。 いい歴史が残していないんですがうん、うん、台湾でもほとんどないですね。後にいろんなあのアメリカのジャーナリストうん、うん、そして中国からやってきたジャーナリストの記録によればですね、うん、この2か月間の間に無政府状態ではあるんですけれどもうん、うん、台湾の方がですね一って平穏でした。非常に 秩序が保たれてそして人間の生活はですね非常に平和でした落ち着いてたんですね落ち着いてた混乱が起きなかった変わったのはですね一つだけ物価の方がやや上昇したなぜかというと戦時物価の方が戦争のために

当時の最後の総督、あ、安藤利吉。という総督。でした。まあ、最終的に、あの、上海で自殺した、自決したんですけども。あの、意がですね。あの、のもに。台湾人が、あの、台湾の、まあ、名士。の影響力のある民間の人間がですね。かなりのところに集まって。あの。いや、この際。あの、独立させてくださいと。で、あの、ちょうど、その。 日本の軍もまだ残ってるしはい、はい、その協力してください、うん、当時の台湾にいた日本軍20万いたわけですで20万の台湾軍がいて、うん、まあ基本的ほぼ無傷なんです、うん、あの、まあ、戦争っていうのは沖縄にあったわけですからはい、はい、あるいはもっとフィリピンにあったんですけどもうん、うん、台湾の中の内部のあの空爆はあったけれどもあの 本物ののの戦戦争はは台湾中でででなななかかかっっったたたんんすす陸上闘わけねだから台湾軍っていうのは日本まあ台湾の日本軍ですねその日本軍は無傷だったんですその無傷だったその20万の日本軍がいれば台湾は独立できるとところがその日本人の一番いいところでもあるんですけど一番悪いところでも私はそう思うその潔さ安藤力吉はですね それはだと負けは負けだから負けだからそのまあ潔くその連合軍に投降するのが筋じゃないかとでしかもその中国軍っていうのは連合軍の一部ですから今は独立はちょっとできないもしお前たちが独立の動きがあれば俺がお前らを取り締まると。 で、結局その話がなくなくっていやそれをね聞きますとね、はい、まあえー、似たような状況が例えばインドネシアなんかありましてねインドネシアは随分その反発する人もいたけども、はい、最終的にインドネシアを独立する人たちがね、はい、力強くて、はい、だから軍は、はい、まあ 兵器を全部インドネシア側に渡しちゃってオランダイギリスが戻ってくるときにそれからインドネシア自身が4年も独立戦争を戦いましたけれどもまたそこに身を投じた軍人さんも相当2000人ぐらいいたと言われてますけどそれでそれが後期でね犠牲は払ったけど独立できたとだからその時もう20万人の日本軍がねもうわれわれ帝国陸軍軍事じゃないとここに残ってね台湾国連独立させるぞと。 行ったらね、本当にその、なんていうかな、日本人と台湾人で協力してね、台湾国が独立できてたチャンスだったんですね、司馬太郎さんがね、本来そうあるべきだったんで、日本が戦争を負けた時にね、台湾は50年の自治で、相当自治能力もあるし、行政能力がある人たちも相当いっぱいいるんでね、非常に綺麗な言葉を彼は使ってましたけど、川がね、海に自然に入っていくように、自然に本来独立できたんだと、それがね、 紹介石軍が来て占領、はい、されて残念なことになったというようなことをおっしゃってましたかね、はい、それは確かにね日本人の、ね、いいところであ,るあり悪いところなんですね。はい、木を見てね国際法なんていうのはあってないようなもんだから、はいうん、実質を取るということをやっていればねそしてですね実はその台湾人もその50年間の日本の感化によってですね非常に日本人らしくなったんですよ。<laughs> なるほど一部の人間はそう考えてるんですけども、うん 大半の人間は結局その安藤力士総督と同じような考えでまあ負けは負けだからまあよくも悪しくも非常に日本人らしくなったんですだからその当時の2か月間の平穏の中でですねそれ思いついた人間が言ってもですねそういう行動はなかったところがその2か月経ってですね月のの日にそ その紹介席の軍はですね、うんうん、あのその。キーロンから。キーロンから。はい、キー、ねはい、あの、はい、上陸して。はい、その数は一万二千ですね。一、はいうん、万二千の、あの、うん、中国軍が入ってきて。うんうん 台湾軍がですねいや、これは戦勝国ですから戦勝国の中国軍がやってきたわけですからどんなに立派な軍隊が入ってくるのかなともみんなちょっともう出てですね列を鳴らして見てたわけですねころが上陸してきたのはですねその草履を履いてですね であの非常にボ,ボロを着てですね列も列らしい列ではなくて鍋、うんあのー、をしょってですねうん、うん、でそういうもう、うん、まるでその古事記の行列のように入ってくるわけですね。で彼らが、あのー、台湾に入ってくるとですね今度彼はもう基本的にはもうその中国人根性というのは、うん もう買ったものは、まあ、それはもう全部、その、勝利品ですから。何してもいいという考ですよね。何してもいい。も全部俺のものだと。まああの人間も、ものも、全部俺のもの。で、その当時、その日本人、まだ台湾に残ってた日本人はですね、軍民含めて全部で40万ですね。20万のあ、あ、全部で60万ですね。40万の、あの、民間人と20万の軍ですね。で 当時はもう台湾はもうほぼもう工業化にの特地まであの入ってきたわけですから、いろんな工場とかですね、会社とかいろんな産業が非常に発達してるわけですね。で、このこ彼の国民党軍が入ってきてですね、であのすべてつまり 日産あの処理委員会というのは日本人の財産ということで委員会を作ってでですね接収要員を派遣してであのすべて財産を接収するわけですねで接収する財産というのはですねあのほとんど党の中に入るんですね。国ではなくて でその国民党の財産なっちゃう。国民党の財産。でその中で世襲要員がですねやってきて、で日本人が真面目ですから、で自分の財産はですねちゃんと目目録を作ったんです目録作って私はこれあの土地は何筆あるとかですね、車は何台あるとかですね、で何何あるとかね。どこまで詳しいかっていうと、言うとですね、で金辻何本とかですね、まで書いてあったんですね。 中国人はやってきてですね「えこのここに書いてあるものはない」と「お前らは自分で隠したんじゃないんですか」といやいや全部出したんですけども日本人は本当に真面目で全て出してここにあると「なんで金のハンマーがないのか」と金のハンマーが何本書いてある金のハンマーがあるんじゃないこれ鉄じゃないですかと。ということ。 なんかそのぐらいその目録はですね今度その出されたものを一部例えばまああの塔に半分だけ入れてで半分はですね今度日本人にですねこの目録が間違ってるからですね半分消せと。で半分は自分の懐に入れると。 日本人もその台湾人もこれを見てですねうん、うん、まあこれは盗賊のもうこの狼藉っていうのはですねもう盗賊集団じゃないかとうん、うん。で不条の暴行とかですねで物を買ったりするのは物を買うのはいいんですけども金は払わないんですね。で台湾に行ってですねこう,こういう弱地をひねれば水が出てくるんですけどもその弱地を奪っていくんですねうん、うん。 自分の壁につけてみたら水が出ないと蛇口を取っていてねはい取っていて水が出ないと今度文句言いに行くんですねお前なんでインチキをやるのかとなんでお前のところ水が出るのに俺のところにつけたら水が出ないそのぐらいのミントの差があったわけですねだからしかもその当時は彼介石の使った手段としてはですねあののそうん 要は貨幣制度が違うわけですね台湾では台湾ドルっていう中国の元っていうことですねで彼らがその,その為替を使ってですね不当に台湾の元を安く抑えたんですねで最終的にはもう4万対1円というふうにドミネをやったわけですからまあある意味でもう4万倍ぐらいになったんですねで400万パーセントですねうんうん、うん 台湾が戦争中はものすごい裕福だったのに戦後のその2年間1945年から1947年まではもう本当に略達の極めだったんですよなるほどで、台湾の戦,戦時中はですね日本にお米とか砂糖とかですね輸送する余裕もあったのに戦後が るよになったで蒋介石はずっとそういう台湾の物質は中国に送って持ってったからね当時はですね国境内戦だったんですまあ国民党と共産党が内戦まだやってた時期ですね。だからその混乱はですねわずか半年のうちに。 ええ、千九百四十六年の一月に、で台湾人がですね、これじゃダメだと、で自分を地球委員会っていう、うんうんっていうふうにあの作ったんですね。自分を救う委員会。ああ。おおなるほど。この地球委員会、台湾人地球委員会。自ら救う。自ら救う。まもうお前らのこういうあの政府はもうとっても。 あのもう許せない、うん、でその時はですねこの台湾の代表的人物っては任坊姓っていう当時は台湾大学の教授だったんですね。でそのこの図はですねその自分の,その発行する民法にこう,、うん、こう書いてあったああ民法ねの今 の状状態態はまさに無法でだって我々人民がですね自分で自警団を作って地球委員会を作って自分を自分で管理するしかないんだと言ったんですその時は年の月彼らが上陸してあのこの状態が混乱してわずか3か月です。

もっと情報が欲しい人、もっと見たいっていう人はあの、有料の方のワールドフォーキャストをご覧ください。詳しくは概要欄に記載してございます。